ミハエル・フロンツェックは、ドイツ・メンヒ・エングラートバッハ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代は DF で、左ウィングバック。1984年から1992年まで、ドイツ代表に選出された。UEFA 欧州選手権1992メンバーに選出されている。ボルシア・メンヒ・エングラートバッハや、VFB ・シュトゥットガルトなどブンデスリーガのクラブで、 プレイし、2000年に、現役引退。ボルシア・メンヒエングラート・バッハ、ハノーファー96のアシスタントコーチを務めた後、2006から07シーズンにアレマニア・アーヘンの監督に就任。検討したが、最終的に二部降格となった。2008年1月にアルミニア・ビー・レフェルト監督に就任、1年目は残留に成功した。 翌2008から09シーズンは低迷し、2009年5月に解任。2009から10シーズンより、ボルシア・メンヒ・エングラート・バッハの監督に就任。マルコロイスラのブレイクを助け、攻撃的なサッカーでチームを12位に導いた。2011年2月13日、成績不振により解任された。2012年10月3日、FC ザンクト・パウリの監督に就任した。 2013年11月6日に監督を解任された。2015年4月20日、ハノーファー96の監督に就任した。12月21日に退任した。2018年2月1日、1FC カイザースラウテルンの監督に就任した。ありがとうございます。